どうもこんばんばは、です、えーと。2020年の6月の19日、えーと、本日はどういう日かと申し上げますと、えー、と日本のプロ野球ですね、これがあ6月開幕ということ、史上初ですね、6月の開幕、そして120試合制ということで、えー、とスタートということ,、えー、とですけど、まあ、無事に、えー、と今日この今シーズンがスタートしたということですから。 えと今まで国オチャンネルではあまりこういうことやってこなかったですけど、えー、と今日という日を記念し、ねえー、とプロ野球についてそして、まあ、読売巨人軍の開幕戦を拝見しそして牧野マ,マリアちゃんが、えー、と副音声で解説というんですか <laughs> をしました、えー、と試合ね、えー、と西武対日本ハム戦、えー、とこちらも観戦したということなのでその辺の感想などを述べながら。 えとお届けしていきたいそんなコーナーになります国王チャンネルの方はもう野球はどれぐらいの頻度でねやるかわかりませんけど比較的ハロプロというものと噛み合わせながらお届けしていくことが多くなると思います、えー、と楽しんでお付き合い願えたらと思いますのでチャンネル登録の方もし気に入っていただけたらお願いいたしますでは早速お届けしてまいりましょう まずはただ単にプロ野球をお伝えしても仕方がないというか面白みがないと思いますので、えー、とアイドルと重ね合わせる部分そして、えー、と少し昨シーズンから戻って、えー、と今シーズンとはどういうふうな意味があるのかあそれからやっぱり私読売巨人軍のファンという濃度が強いので、まあ、今後巨人だけやるかどうかは別としてなんですけども、えー、と読売巨人軍今年の注目選手3選手というようなことをお話ししながら進めていきたいと思っております。 じゃあまずね、えっ、ー、と今シーズンというところがどういうシーズンの意味になっているのかというところをもう一回おさらいしてみましょう。えー、と私、セントラルリーグ当然ですけど読売巨人軍はセントラルリーグに属しておりまして、えー、とそこの試合というのを数多く見ることになる当然そうなりますね。えー、とそこで考えますと2000、うん 6年シーズン以来のクライマックスシリーズがないシーズンということになります、えー、といわゆるペナントレースで1位になったチームがそのまま優勝日本シリーズというような感じでございますねでこういう意味合いが出てくるというのが久々なんでまあジャイアンツというのは CS で1位を取ってもの逃してしまい日本シリーズ出れないというシーズンもあったんでまあその辺というところが本当の実力勝負という そんんななな年になるじじゃいいかという感じですねでまあ120試ゲームのところで個人記録であったり戦い方ね延長が10回までであるとかさまざまなルール6連戦がずっと続くとか、えー、というところあるんですけれどもまあ僕で振り返ってみると昔130試合制だった時が僕の比較的子どもの頃の日本のプロ野球だったもんですから120試合と聞くと著しく減るというようなイメージはあまりあまりないっちゃあまりないですね。 交流戦がないというのは最近の中では少し肩透かしなところがあるあとオールスターですかというところがあって、えー、本当にセ・パーの実力というのが、まあ、今テレビとかいろいろあるからそうでもないのかもしれないですけどとはいえ実力というところが普段ーシーズンの中とかで様子見れないまあ、まあ初対戦みたいな雰囲気でオープン戦を除いてですよね初対戦みたいな雰囲気で日本シリーズが見れるというところがあるシーズンになると思います。 まあ、よく言えば、それであるならパシフィックも、うんまあ、<laughs> CS なしでやってみて足並み揃えるっていうのも手だったんじゃないかなと思いますけどね、まあ、2004年からパシフィックの方は CS を取り入れてたということなので、えー、今年しも0意漏れずということで、16シーズン連続になるんですかね、えー、CS ありというような、そんな感じになっていると思います。 ではまあまあ細かいところはいい,い,いとして去年から今年というところで大きな違いというところを僕は読売巨人軍に感じているところポイントを挙げていきたいと思っております先ほど選手の方で3人と言ってたのでポイントを3つにしたいと思ってますまず、えー、と結構お忘れの方というかあまり去年、まあ、こういう状態だったので取り上げられなかった部分だと思うんですけどもジャイアンツは日本シリーズを4連敗で逃しております 僕ここから繋げないといけないと思っておりましてここの大きな要因先般になった件というのは僕はまあこれネガティブ言いたくないですけど鈴木孝博コーチの対談というのがすごく大きかったのではないのかなと見ていたそんな人間です、えー、理由説明しましょうやはり総類ですよねここというところの総類もそうですしえっ、ー、と一類に立っている人間がシーズンの間の大半を立っていた人間が えーと最後の本番というかジャイアンツは日本一にならないと仕方ないというような球団ですからそこでいないわけですよ。僕は戦略面とかっていうのは大きく変わらなかったにしろ本当に最後少し調味料っていうんですかさじ加減というんですかそういうところで本来のジャイアンツの味に仕上げられなかったんじゃないかそういうところが。 最後まで王を引いてしまったショックのまま1ヶ月というところで塗り替えることができなかったそんなふうに考えているのが1つあります。で2つ目ですね、えーと、安倍晋之助のシーズン途中での引退というのが決まっていたところで、これはいいところに向くところもあったと思うんです。ですけれども まあ僕使い方ないしなんとかという,ふうなんつうの首脳陣の動向ということではないですけどとにかく自分のことと思ってジャイアンツをずっと見てきてるところもあったりするのでそこから見るともう僕あの原監督が直々に言ったというころで英断ではあったと思うんですけれどもどこかそこの段階でえ安倍晋之助選手の引退というのの記事の方が大きくなってしまい日本一というようなところでの。 というんですよねこういうところがどういうふうに響いたのかなというところこれがなんか綺麗な引退だったんですけど曇ったところはありますね全然安倍晋之助さん側から見たら綺麗な引退だったと思います素晴らしいと思いますですけどもなぜかそこが難しいところですねうんなんかちょっと一個一個曇ったところがあったなというふうに思うのが2つ目でしたで3つ目は上原まあ同じく引退ではあるんですけども うーんなんか最初のシーズンの最初のところで用意どんなところで起用法だったと思うんですよ。というところを考えていればやはり彼の経験であったり本当に最後の最後の詰将棋の最後のところに上原という駒を残しておくということが相手側からしたら嫌だったと思います。そういうようなあの目線というか見方をしていたのが僕は2019年昨シーズンでありました。 まあそんなところをつなげて今年というところに落とし込む感じにしましょう、えー、と注目選手というところで、まあ、キャプテンなのでここは注目選手を3人にあげようと思ったんですけども外しまして1人目、えー、とあこの人を除いて3人いる感じになります1人目は坂本勇人ですねえっ、ー、と坂本勇人なぜこれもうフューチャリングですよ今1人目というか <laughs> うるさいね俺も でなぜ彼を挙げるかというとまあ昨今のコロナウイルスの件もありますが、まあ、コロナウイルスで言えばもう坂本勇人選手はももう踏んだりり蹴ったりかもしれないですねまず最年少2000本安打というところもう高卒2年目からレギュラーで張り続けしかもかなりの好成績を残している選手ということでこの最年少2000本安打というところの権利があったのが2020年の今シーズンでありました。 まあこれはもう各スポーツ紙だったりメディアでは常に語られていたものなのでえと坂本選手自体の何て言うのかな本人が騒ごを意識するとかそういうことじゃなくもう一当たり前に2度も言っちゃったな本人が気にしなくても意識せざるを得ないということを言いたかったですねだからこういうシーズンだったでもまあ本人ウイルスの陽性美 でしたっけそういうのがあったりこれだけの開幕の遅れということがあったので、まあ、直前のインタビューとかでももう気にするシーズンではないというふうに切り替えられているここが少し注目ポイントととしては高いところですね個人成績今まであんまり坂本選手も意識してはやってこなかったと思うんですけれどもそれを意識していたことを明かしこのあと要は特別なシーズンそれを去年日本一取れなかった日本一に向けてキャプテンが走るぞというような。 そういうよういよなある種う、去年とは違う状態、まあ、上原、阿部選手なんてこともはお話ししましたけど、まあ、クリアな状態でチームの勝利に専念できるんじゃないか、そういうふうに思っております。で、この坂本勇人キャプテン、この中で注目するべき、まあ、原辰徳監督、坂本勇人キャプテンの中で注目するべき3選手、選んでおります、お伝えしていきましょう。まず、選手ですね失礼湯浅選手ですね。 湯浅選手、これどういう選手か、えー、とお話ししてまいりましょう、えーとね。私も去年マークしていたかというとマークしていない選手でございました。えー、言い間違えてるぐらいです。<laughs> 湯浅ですね、えー、湯浅選手、ショートストップいわゆる坂本選手とポジションがかぶりますで。体の大きさでいうと1 7 2センチぐらいというようなことを聞いております。 1 7 2ンチですと僕も100僕170はないんですけど170手前ぐらいなんでそれほどサイズが変わらない感覚なんだと思うんですよ、まあ、もちろんか体の仕上がり全然違うと思うんですけどしかも20歳過ぎですかというところでこれから楽しみなところいっぱいありますで坂本選手も仁岡選手がショートで盤石と言われていた巨人の中で 怪我まあちょっと違う問題もあったんですけど怪我とちょっと違う問題まあまあそれを置いときましょうで、えー、とエアポケット一つ空いたところに坂本勇人選手が入っていってその後ずっとレギュラーを張っている、まあ、そういったような可能性があった今日、えー、開幕戦も拝見しました、えー、ジャイアンツは3対2で勝利しておりますでもその中で、えー、勝利打点につなぐ送りバント代打で出て、えー、決めましたね なんとといいうかそうかそそったところのテンポの良さそして注目されている中で、えー、上々の滑り出しとというところ、まあ、バントが彼の特徴なのかどうかは分かりませんが様々な練習を積んできたと言っているので、うん、野球におけるプレーというところに隙のあるようなことバッターボックスだけではあまり感じられなかったのでさすがメディアにも。 注目されていいいいるるだだけのの選手でではないのかととととううここを確認する開幕戦だったまずそういった意味で、湯浅選手、注目ということでございます。じゃあ注目の選手2人目、僕は田口選手を挙げます、えー。左の先発で今年はやるということですね。えーまあ、去年振り返ってみたら、あ中継ぎですよね、途中から中継ぎで、えー、ロングリリーフもこなせ、 まあ試合の厳しいところどこ出るかわからないというところを無難以上にこなしたというようなシーズンだったと思いますゆ、まあ、えに、ー、最終的には国際試合ですかというところでも侍ジャパンとしてのリリーフではフル回転だったと思いますねでそれを得て最終的に、まあ、首脳陣と本人とというところで先発のローテーションを回っていこう今年ね先ほど申し上げました6連戦が続くシーズンなんで先発の駒が足りない もちろん期待通り応えていただき、6回、7回というところを先発で回していくだけの、まあ、実績はありますからね、というようなピッチングがどう出るのか、そして果たして1年間、そのまま原監督は使っていくのか、まあ、宮本コーチというところ、どういうふうに考えているのかというのもあると思います。 宮本コーチは現役時代に、えー、田口投手と同じような感じですよね先発そしてリリーフフル回転ができるピッチャーでした、えー、器用という言い方もあるんですけども大きくはピッチングのやり方でいうとストレートとカーブ主体まあ江川投手ほどのものすごさというわけではないですけども非常にピッチャーとしては多分バッターから見たら嫌な ピッチャーだったと思うんですよね間を使ったり長く球を持ったりある種クイック気味なところも随所に入れてくるというようなまあ、そういうピッチングスタイルそこと田口投手というのがま起、あ、用法では被るとかあるんですけどもどういった化学反応を起こすかななんていうのは今シーズン見どころじゃないかなと思っております。ね、そうういった感じじですおー虫が失礼ねじゃあ,あの注目選手続けてまいりましょう 今シーズン、もういよいよ本気出さなきゃいけないということでございますね、吉川選手ですね、早速開幕戦で、もう軌道としてはホームランに見えない軌道だったんですけども、決勝打ですね、逆転のホームランを決め、えー、まあ、今日はある意味ヒーローでしょう。 まあ吉川選手の今年というのは怪我がなければもそうなんですが彼のプレーというのはジャイアンツがずっとセカンドは決まらないと言われていたところでのセカンド守備としてはもうピカイチです、えー、広島トヨカープの菊池内野手というところを除いてで話をしていけばもしかしたら守備範囲では菊池選手以上じゃないかというような評論家の方の意見も聞いていたりします。非常に守備が安定していてそしててていそ足もあり まあ、超打力、パンチ力というところも去年までの段階でも見えているので今年、ね、フルシーズンやってみたらどうなるかというところ大変注目ですね。そういった形で注目選手私は、えー、何度も間違いないように言いますね湯浅選手、田口選手、吉川選手この3人をジャイアンツで挙げたいとそんなふうに思っておりました。 まあ3対2で、えー、とセントラルリーグで、えーねえー、開幕勝利ということを決めました読売巨人軍です6戦勝ですね6戦勝で滑り出すということになりました、えー、と私は子どもの頃から原辰則監督原監督が非常に幼少期の頃の最初の記憶でアイドルです、まあ、ジュリーマッチ原辰則 <laughs> そういうような世代ですね えですので、原監督、まあ、去年、監督復帰するっていう前に、高橋由伸監督というところが現役をやめ、えーね、やめさせられながらみたいな雰囲気の中でやっているところのバトンタッチ、複雑なところありました、高橋由伸選手、上原選手は私、同級生ですので。ね、ですけれども まあ、その人生の最初のアイドル原辰徳そして読売巨人軍というのはうちの親父も大好きだった、まあ、今うちの親父というのは今というか随分前に亡くなってしまったんですけど、まあ、そんなところの思いもありながら「まあ、国王チャンネル元年」でもありますんで原辰徳読売巨人軍そして音楽にまつわるところたけちゃんもね坂本勇人大好きですから <laughs> ご存じない方たけちゃんというのは巨人が好きだ野球が好きだというふうに ずいぶん前に言ってたんですけど最近あまり言ってないんで <laughs> 言ってくれたらいいななんて思ってますまあそんな感じで国尾チャンネルは、えー、と6月19日読売巨人軍並びセントラルリーグ並びパ・リーグも含めて開幕を祝うそんな日にして <laughs> お届けしたということでございます最後に牧野マリアすごい司会でしたもう <laughs> これもまとめましょう <laughs> 司会というよりまあまあなんていうんですかねゲストですからねいちいち応援歌歌っちゃいます ねえもう何振られてもうんさっきね副音声のやつ流しながらジャイアンツ戦見てたんですけどもうこのワンツースリーも言いたくてしょうがないですし最後負けてしまいましたねという,うにもでも私は「進めファイターズ一筋にです」とメロディー付きで歌うともうそれでもう皆さん素晴らしいです副音声の方々そこに大したツッコミはせずなるほどみたいな流れでいく。 いや僕今日本が平和な国ということを改めて確認しました。まあそんな感じでコロナウイルスのねおかげでの延長,延長というか出遅れあったけども楽しいシーズンになりそうだって感じでした。引き続き国王チャンネルもチャンネル登録しながらお付き合いください。ではそんな感じでフライデーナイト皆さん楽しんでね。じゃあね。